メリカに憧れた日本の若手レスラーが武者修行に出るのが20世紀からだ。日本に憧れたアメリカ人レスラーがビデオで技の研究をする、それが21世紀の新しいプロレス界の流れなのかもしれません。登場しました TNA スーパースターサモア・ジョーです。2年前にはアメリカマットで小橋と激闘を演じ、 ROH のベルトは29回防衛。実物を見たことはなくても誰もが認めたその実績、知らないようで知っている未知なる強豪サモア・ジョー、日本武道館のリングに立ちました。武道館の外は季節外れの強い雨、そして武道館の中はサモア城という名の台風が三沢に急接近中です。王者である以上、挑んでくる者がいれば逃げることはできません。そして三沢ミスカルである以上、武道館のメインで負けるわけにはいきません。第11代王者三沢ミスカル、6度目の防衛戦です。リングで待つ挑戦者のサモア城、そして三沢が今姿を現しました。古傷の切り合い2秒呼ばず、2日前の横浜では右脇腹、満身創痍とは三沢のためになる言葉かもしれません。三沢をリスペクトし、名前は違えど同じ技を使う男との未知なる戦い、そんな時だからこそ三沢の底力が見たい。チャンピオン三沢光晴リングイン。試合前に GHC タイトル管理委員長城樋口より選手権試合宣言でございます。第11代王者チャンピオン三沢光晴にとっての6度目の防衛戦です。城樋口タイトル管理委員長の認定宣言が読み上げられます。チャレンジャーのサモア城、2日前の横浜大会でタッグで三沢と対戦しました。そしてノアで2戦目にして武道館のメインで三沢とタイトルマッチ、こちらチャレンジャーサモア城です。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。日本武道館に集まったファンの皆さんも今この電光掲示板にも映るサモア・ジョーという名前、そして実際に見るその佇まい、一種独特の緊張感に包まれています。さあベルトが確認されました。両選手が紹介されます。本日のメインイベント GSC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。裏のコーナー挑戦者290ポンドサモア・ジョー、武道館でタイトル挑戦サモア・ジョー。裏側コーナー GHC ヘビー級選手権者255ポンド三沢光晴、あらゆる敵を倒してこそ真の王者、6度目の防衛戦三沢光晴です。さて放送席ですが、このサモア・ジョーと2日前タッグを組みました高山義弘選手です。高山さん、はい、サモア・ジョーというのはどんな選手でしたか？意外と素直でね。素直、俺の言うこと聞いてくれた。そうですか、うん、あのかつてバイソン・スミスをサイドブレーキを引いたダンプカーと表現した高山さんですが、うんうん、サモア・ジョーはどんな選手ですか？そういった意味では。いやもう最初からもうノーブレーキだったからね。ノーブレーキ。でもノーブレーキだけど言うこと聞いてくれるから、さらにスムーズだよ、ね、そうですか。というあたりその高山さんの見た目もありますが、さあシングルプレイヤーとして王者三沢に挑みますサモア・ジョー。ノア参戦2試合目にして武道館のメインで三沢のベルトに挑戦です。マズリングの中央を組み合いました。そして押し込んでいったのはサモア城、三沢が距離を取るか、クリーンに分かれるか、一発入れるかというところで分かれました。さてこのサモア城、1979年3月生まれの28歳です。99年12月にプロレスデビューですから、間もなくデビューから満8年という、ま、どちらかといえばまだキャリアは浅い選手ですが、さあ三沢が押し込んで分かれます。高山さん、8年目で28歳でこれだけの舞台が用意された。若いんだね。若いんです実は。30歳の時で過ぎてるかと思って。はい、まあ、見かけによらぬものというところでしょうが、ね、今の腕の取り方を見てましても非常に流れは確かにスムーズです、ね、お、あ、あそこでヘッドバット、あそこでヘッドバットって珍しいね。あれで手首がグキッていっちゃうよね。いきますよね。サモア系ってさ、はい、頭こっちじゃない。そうですね、みんなすごいもんね。あらゆる格闘技でそのいわゆるサモア系の選手の打たれ強さっていうんでしょうか、うん、それありますよね。なるほどね。だから頭蓋骨が違うらしいよ普通他の民族と。あ、そうですか、うん、そういえばこの今日は小橋健太が武道館に来場しまして、その対戦カードを自らも発表しましたが、その小橋もこのサモア城と2年前対戦しまして、ね、打たれ強い選手だったと。
チョップを打っても効いているのかどうかというくらいの打たれ強さがあるということだそうですが、そのサモア城を相手にする三沢です。どうでしょう、こういった体格、身長188センチ、127キロ、もっと豪快にドーンと飛ばしてくるのかと思いきや、ね、比較的静かな立ち上がり、オーソドックスなんですね。2003年に第3代の ROH の世界王者に輝きまして、1年9ヶ月にわたり29度の防衛にも成功しています。あの先日森島がそのタイトルを失いましたが、森島が20回、このサモア城は29回防衛しているという。確かにそんだけ防衛する人っていうのは勢いじゃね、ダメだもんね。勢いだけでは、うん、勢いだけだとやっぱそんな防衛できないと思う。なるほど、そこにやっぱそういう彼の動きの秘密があるんだ。さあ体当たりはワイルボー行きました。おお、今のハイキックの速さ、そして顔面ハイキックです。早かったね、驚きましたね。今社長も避けてすごかったね。はい、いやあ、あ、行くぞ。サマージョーが飛ぶのか、飛んでいたエルボースイシーだ。なんと三沢にエルボースイシーだ。場外の三沢にサモア城が、三沢のおかぶを奪うエルボースイシーだ。すごいね。あの高山さん、2日前のタッグを組んだ試合ではエメラルドフロージョンを出したんですよ ね。このサモア城のアイランドドライバーという本人のオリジナルホールドだということなんですが、そして逆水平チョップです。サモア城は日本のプロレスを非常によく研究しているそうで、はい、いわゆるそのノアの選手の技もかなり使えるみたいですよ。いやもう全部使うでしょ。そうですか。だって俺があれやろうって言ったら OK って何でも一緒に卒業できたわけです。それでだから俺の動きに合わせてくれたもんね。なるほど。というだけの、まあ、呼吸がすぐさま合うくらい、まあ、日本のプロレスのムーブが分かっているということですよね。だから社長の攻撃も分かっちゃったからね。そういうことですよね。ですからとなりますと、その若さもあり体格もあり、かつ技の流れも分かる強敵を迎えたと。だからジョーが社長とかノアの選手のコピーじゃない技で来た時が怖いよね。あ、なるほど。そうですね。そのコピーできたら大体社長も対処できると思う。それ以外のこの何かを持って引き出しを出した時にやばいんじゃない。そうですね。一つあるとすると同時目スリーパーでいうコキーなく